石岡第一発電所は、茨城県北茨城市にある水力発電所である。1911年に発電を開始し、2016年現在も東京発電の管理下で稼働している。茨城県内で稼働中の水力発電所としては、中里発電所に次ぐ歴史を持ち、施設全体が日本国の重要文化財に指定されている。 石岡第一発電所は1911年8月に竣工した水力発電所である。本発電所は茨城県北茨城市に位置し、二級河川である大北川水系の本流から取水し発電している。この大北川本流は早朝、総長2 2 2トル流域面積195.5平方キロメートルの 河川であり、茨城県北茨城市の磯原市街東端に河口がある。大北川水系では、石岡第一発電所のほかに、石岡第二発電所、横川発電所が本流沿いに、花園川発電所が支流沿いに設けられている。本発電所は、取水園庭、陳謝寺、水路橋、水槽、超圧水槽、発電機室、 変圧器質といった施設から構成される。取水園庭から取り入れられた水は、総延長約3500メートルの水路を通り、石岡第一発電所へ到達する。水路は導水路と水圧鉄管からなり、導水路の部分が2892メートル、水圧鉄管の部分が568メートルの長さとなる。導水路は水道と海居からなり、 主要部の平均幅は2.1メートルで、高さも2.1メートルである。水圧鉄管は、関係が1.6メートルで、石岡第一発電所の竣工当初は、継ぎ目なしの溶接鉄管が使われていた。石岡第一発電所での発電後は放水され、これが、下流にある石岡第二発電所にて再利用される。石岡第一発電所の発電設備は、同期発電機一台と、 出力5 5 4 0ット横軸フランシス水車からなる。本発電所の竣工当初は、発電設備は2組の発電機と水車から構成されていた。一組目は、ゼネラルエレクトリック製の1 0 0 0ット発電機と、エッシャーウィス製の横軸フランシス水車で、2組目も、同じく GE 製の3 0 0 0ット発電機と、エッシャーウィス製の横軸フランシス水車であった。 2009年5月22日時点での石岡第一発電所の所言は下記の通り。石岡第一発電所の建設中、その間の電力不足を補う目的から1910年1月に仮発電所が建設された。この発電所は電気事業用欄では石岡発電所とも称される。仮発電所では本設備で使う予定の自衛性の1 0 0 0ット参照。 交流発電機と、佃島製作所製の出力800馬力、フランシス水車が用いられた。変圧器は、容量1 7 5キロワットのものが3機用いられ、二次電圧は1 5 0 0 0トであった。許可水量、常用水量は共に80立方弱毎秒であり、有効落差は95尺であった。水路の全長は241.4尺であり、 このうち224万が開け水路、17万4尺がトンネル部であった。海水路がこれほど長かったのは、発電所を休設するための当然の措置であったと中川は述べている。中川はまた、仮発電所については発電所、水路、取水席の位置が全くわからない、一岡第一発電所に比べれば規模がずっと小さかったはずだと述べている。 1905年に撮影された、陰作発電所。1905年に、久原ふさの助が、日立鉱山の経営に着手すると、様々な分野の機械化を進めるために、動力用電源の獲得に乗り出した。日立鉱山の付近を流れる宮田川には、出力約3 7ットの陰作発電所があったが、久原は、日立鉱山について、赤沢銅山時代とは、 比較にならないほど大規模な計画を立てており、消失力の印ン発電所では到底動力需要を賄えるものではなかったのである。電源確保のため、久原は1906年9月に、茨城電機から未完成の中里発電所と町屋発電所の推理券を買収し、1907年に中里発電所を、1909年1月に町屋発電所を完成させた。 日立鉱山は数年間の試練研究時代を経て1907年に本格的な経営が始まった。日立鉱山には小坂鉱山で精錬課長として働いていた竹内恒彦が招かれ、日立鉱山の事務所長に就任した。日立鉱山では発展の計画が進められていき、1909年には太友院に精錬所が建設された。 こうした日立鉱山の発展に伴い、中里、町屋発電所だけでは、日立鉱山の電力需要をまかないないようになっていった。また、発電所を買収した時の契約には、茨城電機から要請があれば発電所を売り戻すという役場があった。こうした理由から、久原工業所は、電源開発を余儀なくされることとなった。久原工業所は、電源開発のため、茨城県、 福島県で有望な水利地点を探し始めた。日立鉱山の工作課長であった小平奈美平は東京帝国大学出身の土木技師宮永平作を伴って参賀の調査に努めた。小平らは茨城県北部にある大北川に着目し上流の横川滝付近で水力発電に適した地点を発見した。しかし、 横川滝の一部においてはすでに茨城無縁炭鉱によって水利券が取得されていたため、区原工業所はその譲渡を交渉した。交渉はやや難航したが、1909年6月に水利券を1万6千円で買収することに成功した。ただし、その代わりに下流地点の水利券出願券を茨城無縁炭鉱に譲ることとなった。 久原工業所は直ちに設計変更願いを提出し、1909年8月に、現在の石岡第一発電所がある地点の推理権を取得した。石岡第一発電所の建設にあたり、久原工業所は、同発電所において1、1000、3 0 0 0ットの発電機を、それぞれ1台使用し、合計4 0 0 0ットの発電設備を設ける計画を立てた。 この3 0 0 0ット発電機は当時としては大型であり、東京電灯駒橋発電所の3 5 0 0ット発電機に次いで日本国で第二の大容量発電機であった。これほど大型の発電機が用いられたのは小平が発電所の余剰電力を用いて価格工業を起こし、経営の多角化を図ったためであった。水利券の買収に手間取り、 石岡第一発電所の着工には遅れが生じた。久原工業所はようやく石岡第一発電所の建設に着手するも完成までには1年半から2年の歳月を必要とした。そこで久原工業所はその間の電力不足を補う目的から石岡第一発電所の横に仮発電所を建設することとした。仮発電所の建設にあたって 本設備で使われる予定の1 0 0 0ット発電機を変圧器と共に先に注文し、水車には佃島製作所製の出力800馬力フランシス水車を用いた。この仮発電所は1909年の夏に工事に着手し、1910年1月に竣工した。これと同時に仮発電所から日立鉱山の太陽院清錬所まで12マイルに、 渡って、電圧2万7000ボルトの送電線路を仮設した。この送電線路の仮設は、高尾直三郎が担当した。建設中の超圧水槽。小柳らはこの写真から、超圧水槽手前の裁本区間は、鉄筋コンクリート巻き立て管であると指摘している。仮発電所の建設と並行して、1909年から石岡第一、発電所の工事が始まった。 水路工事は、日立鉱山の土木係長であった宮永平作が主として取り組んだが、1200尺ものトンネルを掘らなければならなかったこと、日本国外にも例がなかった鉄筋コンクリート製のサイフォ本管を製作しなければならなかったことから、難工事となった。同発電所では、水車の運転停止、または回転速度の急変化によって生じる水撃作用を防止する目的から、 超圧水槽が設けられた。1911年8月に石岡第一発電所はようやく完成し、1911年10月から運転が始まった。石岡第一発電所の建設中には井上薫が視察に訪れた。これは、久原が長年にわたって井上の地遇を得ており、日立鉱山拡張計画にも講演を受けていた。 関係から招いたためであった。佐藤は明治政府の元老が地方の自家用発電所工事を視察に訪れるというのは他に類例のないことだと指摘している。石岡第一発電所の完成後、久原工業所が所有していた中里発電所と町屋発電所は茨城電機に変換され、日立鉱山は電源を石岡第一発電所に頼ることとなった。また、 日立鉱山では、石岡第一発電所の竣工に伴い道の、電解精錬を行う電電場を稼働させることとなった。電電場に電気を供給するため電電場に、芝内変電所を設けた。電気は、石岡第一発電所から27000ボルトの送電線路を経由し、芝内変電所で普通高圧に落とし、これを電電場に送った。電電場では、 回転変流器で交流を直流に変えて使用した。電電場を稼働させても石岡第一発電所が生む4 0 0 0ットの電力すべてを消化することはできなかったので、久原工業所は計画通りに化学工業を起こすこととした。久原工業所は工学士の高尾直三郎に担当させて、化学工場の建設に着手した。1912年、 芝内の電線工場付近にカーバイト工場が完成して単価カルシウムの製造が始まった。しかし、日立鉱山が公共のため電力需要が増加し、化学工業は創業から1年も経たずに中止することとなった。日立鉱山が再び電力不足に陥ったため、久原工業所は石岡第一発電所の下流に石岡第二発電所を設けることとした。 1912年に石岡第二発電所の工事に着手し、同発電所は1913年12月に竣工した。日立鉱山への送電が始まったのは1914年1月からである。これにより当時の日立鉱山の電力需要に見合う供給が行えるようになったとされる。1914年には大北川の支流が重力式、 コンクリートダムでせき止められ、有効貯水容量4645立方メートルの小山調整地が建設された。これにより、石岡第一発電所は、時間単位のピーク負荷に対応し得る、発電能力を備えるに至った。小山調整地からの放流水は大北川本流に合流し、自然流下しながら、上磐炭鉱横川発電所の放流水を合わせ、 石岡第一発電所の取水延定から取り入れられた。石岡第一発電所を運営する久原工業所は1912年9月に資本金1000万円の久原工業株式会社に改祖した。久原工業は引き続き工業を主要な事業としたほか、電気事業も事業目的に加えた。久原工業は1918年8月に 常磐丹田の入山炭鉱への電力供給を始めたのを皮切りに、常磐丹田の岩木炭鉱、吉間炭鉱などにも電力供給を始めた。こうして、久原工業は自家用発電から前進して電気供給事業を兼営することとなり、石岡第一発電所の電力も一般供給に振り分けられるようになった。1927年9月には久原工業の 電気事業が分離され、資本金1000万円で、日立電力株式会社が設立された。石岡第一発電所をはじめとする、久原工業が所有していた発電所と電気設備は、日立電力へと引き継がれた。日立電力による運営後、石岡第一発電所は、電力国家管理に伴い、関東配電株式会社の所有となった。 1941年9月6日、配電等制令により関東配電株式会社設立命令が発せられた。日立電力は関東配電となるべき会社に指定され、全資産を上げて関東配電に統合することとなった。1942年3月30日に創立総会が開かれた後、4月1日に関東配電株式会社が設立された。 第二次世界大戦後には、電気事業再編令が交付され、石岡第一発電所は、東京電力の所有となった。東京電力に所有されていた間、石岡第一発電所は出力増加回収や、周波数変更が行われた。1957年5月18日には、水圧鉄管が取り替えられ、出力が 4000kW から 4600kW まで増加した。 1968年11月3日には、鉄筋コンクリート製の逆裁本管が同性のものに置き換えられ、出力が4 6 0 0ットから4 8 0 0ットまで増加した。また、石岡第一発電所ではそれまで、交流 60Hz が使用されてきたが、東京電力が茨城県内に残していた 60Hz 地区を 50Hz に切り替える方針を受けて、 1961年6月には 50Hz 用発電所に改められた。しかし、なお残った 60Hz 地域が電力不足に陥るたびに需要の波動調整用となる再改造を石岡第一発電所は受けた。1980年代になると、姫川電力株式会社が大北川水系にある発電所の獲得に乗り出した。姫川電力は、 仮の川水系の水力発電所を東京電力から譲り受けた後、発電原価の低減、技能労働力の効率的再配置、職域の拡大、事業基盤の強化などの譲渡効果の得られる発電所について検討を重ねた。その結果、大北川水系の3つの発電所は東京電力、姫川電力ともに最も譲渡に適した発電所であるとの結論を得た。 1984年1月20日、両社間で譲渡基本契約が締結された。その後、東京電力と姫川電力の協力により条件整備を行い、譲渡物件と譲渡価格が決定し、同年10月31日に譲渡契約が締結された。発電所の譲渡が行われたのは1985年4月1日である。三発電所の合計の譲渡価格は、 約6億1000万円であり、姫川電力は発電所買収のため6億1000万円を東京電力から借り入れた。譲渡価格の詳細は表の通り、発電所の譲渡と並行して各種権利、契約の変更も行われた。1984年9月14日に東京電力と姫川電力の連名で発電用水理券譲渡承認申請書が 茨城県知事宛に提出され、1985年3月30日に承認された。また、石岡第一発電所の水路用地の一部は、北茨城市中郷財産区の所有であったため、この土地賃貸借契約の継承について、関係者間での協議が行われた。その後、同財産区と姫川電力が契約することとなり、1985年4月1日に、 締結された。さらに、大北側の支流には、石岡第一発電所の小山調整地があり、この運用に伴って、地元の上石地区に対して、水田水利調整の保障がなされた。保障契約の継承にあたり関係者間で協議が行われ、保障額を改定した上で1985年4月1日に、覚書が締結された。 東京電力時代には大北川計算発電所の運転を石岡第一発電所構内に設置されている北茨城自動制御所で行っていた。発電所の上渡後は大北川計算発電所に松原計4発電所が統合され北茨城自動制御所が新設された。これにより松原自動制御所は1985年3月31日に閉鎖された。 1986年6月1日、姫川電力は社名を東京発電株式会社に変更した。2008年には石岡第一発電所の発電設備が更新された。それまで2組の水車と発電機から構成されていたところを1組に統合され、出力が4 8 0 0ットから5 5 0 0ットに増加した。佐藤は本発電所について、 特筆すべきことを複数挙げている。当時日本国有数の発電所であり、建設費が非常に安く、発電所建物は日本国で初の鉄筋コンクリート作りであること、水路集団約150件の窪地に初めて、鉄筋コンクリート製の裁ンを採用したこと、水圧鉄管の下部に継ぎ目なし溶接管を使用したこと、3 0 0 0ット発電機は、 東京電灯駒橋発電所の3 5 0 0ット発電機に次いで当時の日本国で第二の大容量発電機であったことなどである。佐藤はこの他に仮発電所に使われた佃島製作所製の800馬力フランシスタービンは国産として最古のものであると主張しているが、これは中川により1907年の芝浦製作所。 清水車という判例が挙げられ否定されている。中川は、この他の特徴として、当時すでに、駒橋発電所において5万5000ボルトの送電線路が実現されていたと述べつつも、石岡第一発電所と日立鉱山対誘引、清廉所の間に設けられた2万7000ボルトの送電線路は、当時の技術水準としては、優れた成果であると述べている。石岡第一発電所では、 1914年にピーク負荷への対策として小山調整地が設けられた。これに対し中川は起動停止が要因に行える大容量火力発電所や溶水式発電所の普及によって今日ではピーク負荷への対応法が一変していると述べる。さらに石岡第一発電所では調整地と発電所が直線距離で 5km 以上離れているため、 調整地の存在意義は薄れていると指摘している。しかし小山調整地は電力需要減少時には放水口を閉鎖して無効放流を防止することが可能であり、ダム放水口の開閉を北茨城自動制御所から遠隔制御することも可能であるため効率的な発電に寄与する存在であると中川は述べている。石岡第一発電所は 鉄筋コンクリート技術が全面に採用された国内初の発電所である。2008年12月にはその歴史的価値が評価されて10の建造物が石岡第一発電所施設の名称で日本国の重要文化財に指定された。石岡第一発電所の重要文化財指定を報じた月間文化財第543号では 本発電所に対し次のように解説している。石岡第一発電所施設は近代日本有数の銅山として知られる日立鉱山を代表する遺構の一つとして産業技術史上価値が高い。また、施設を構成する本館、橋梁、水槽等の類型をことにする構造物全般に渡り鉄筋コンクリート技術を用いた我が国で最初の発電所施設であり、 中でも本館は我が国に現存する最古級の鉄筋コンクリート作り建築物として貴重である。文化庁文化宝部月間文化財第543号24ページ。ここでは付属的な施設ではなく本館、水路橋、水槽、水路管などの主要構造物全般に RC が使われている。しかも、 日立鉱山の近代化成功の鍵を握る機関動力施設として工事を担当したのは技術者宮永平作で上司の小平奈美平が見守る中大学で学んだばかりの RC の技術を存分に駆使して100年近く経過した今なおほぼ当時の姿そのままに使われ続ける水力発電所の建設に成功するその後 コンクリートの技術は、著しい発展を遂げ、高層ビルから高速道路、新幹線、海底トンネルに至るまで時代を切り開く、巨大建造物に次々と使われてゆく。石岡第一発電所施設は、日本における、この歴史の源流に位置し、コンクリートの可能性を大きく広げた貴重な、近代解散と言えよう。北川大二郎。 月間文化財第543号60ページ2011年3月には東日本大震災とその余震により設備が損傷した。特に水槽の損傷はひどく設置した屋根ごと崩壊するありさまだった。2011年10月には水槽のみ重要文化財の指定が解除された。ありがとうございます。